走れなっチャンネル、はい、ということで今日はですね、ずっと行ってみたかった都内にあるライダースカフェに行ってみたいと思います。前からネットで見かけて気になってたんですよ。そしてね、もともと今日はお洋服屋さんにお買い物行く予定でもあったので、その用事も一緒にバイクでちょろっと寄って済ましちゃいたいなと思います。じゃあ早速出発します。GoPro の映像を消してしまいました。 SD に映したつもりが映さないまま消しちゃいました。このパンパンしてね、動機撮ってるのに悲しいです、ごめんなさい。今回はね、明治神宮前とかにあるユナイテッド東京に向かってます。なのでこの背景の、青山原宿あたりの風景を楽しんでもらえたらなと思ってます。まあね、こんなんで楽しめるかって感じなんですけど、まあね、このヘルメットの中でお買い物をするっていうのでワクワクしながら喋ってました。さあ着きました。戻ってきました。結局行ったら行ったで欲しいものがありすぎて全然選べなかったです。なんかね、結局トップス4枚とスカート2枚とワンピース1枚買ってしまいました。やばい、こんなことをしている場合じゃない。私はライダースカフェに行かなくちゃいけないんだ。さあ、今回の GoPro の動画もありません、すいません。今回はね、ホンダ CB250R でのツーリングだったので、まあ遠出というよりかはご近所ツーリングって感じで出発しました。ライダーズカフェっていうか、そもそも一人でご飯私はあんまりしないから、それに対してもちょっとワクワクというかドキドキというかありましたね。で、世田谷への道、一本道はあんまり通ったことない道だったので、結構私的には新鮮でした。ライダーズカフェどんなのがあるんだろうって、ライダーズカフェもあんま行ったことないから、どんな見た目かちょっと気になって見つけられるかなっていう心配もありつつ、初めての土地なのでね。あ、これはもう無事に発見したところですね。到着来ました。無事に、よかった。テラスに座ってるんですけど、こっちを見ると目の前に今日乗ったバイクがあります。その目の前にあえて座りました。ありがとうございます。美味しそう。プルコギサンド、プルコギサンドとアイスティー、チェッカーフラッグあります。暗いからちょっと見づらいけど。中空いてたから
ちゃくちゃすぐ食べれるし、めちゃめちゃこぼしちゃう。この後ネイルの様子があるから早く食べなきゃいけないんですよね。プルコギサンドを食べ終わったので帰りたいと思います。このあとね、ネイルの予約の時間が差し迫っているので急いで帰ります。ね、ちょっと駆け足で食べたんですけど、お店の中はバイクのそれぞれレーサーのクッションだったり、スピードスターさんのクッションだったり、グッズもたくさん売ってたりとか、飲み物も自家製のレモネードとかあって、他にもいろいろ食べてみたいメニューもいっぱいありました。ということで、とりあえずね、ネイルのところに急いで行きたいと思います。もうね、予約は遅刻できないので出発遅くなっちゃった自分が悪いんですけど、とりあえず一旦切ります。場所をちょっと移動してきました。そして急いで一旦ネイル終わらせてきました。ちゃんと見えてるかな、綺麗になってきました。じゃーん、蝶々もついたり、キラキラがついててとっても可愛くできました。ネイルでちょっと遅刻しちゃったんですけど、間に合ってよかった。びっくりした、何のペケマークかと思ったらこれでした。さあ、ということでそんな感じで、無事ね帰ってきましたし、CB250 もすごく乗りやすくて、こういう30分ぐらいの移動の近場でも CB250 だったら気軽になんか出して乗っていくっていう取り回しもなんか楽だし、気軽だなって思いました。初めて行く場所でちゃんと止められるかわからない時も、 CB250R だったらなんかこう振り回し楽だから、ちょっとした段差もしっかり乗り越えられるし、気軽に乗れるなっていうのを改めて思いました。ということで、今日は行ってみたかった都内のライダースカフェに行ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価、そしてコメントもお待ちしてます。